北部保険会社時計台湾イワノビッチ・レルベルグは、ロシアの建築家、建設エンジニア。建築設計も相当手掛けているが、常にサインではエンジニアと署名していることが知られている。彼の孫ゲオルギー・レルベルグは著名な映画撮影監督として知られる。レルベルグの父親、イワン・ヒョードル・レルベルグは、鉄道エンジニアで、ニジニノブゴロド鉄道の監督を務め、 後に重役に就任。兄ヒョードルは画家となった。本人はサンクトペテルブルクアカデミーで軍事エンジニアの教育を受ける。卒業後カデット軍団に所属した軍事技師でレルベルグは、その時代のエンジニアのメンバーで4番目へのアプローチの革新的な構造フレームを実施。建築家のタイトルを軽蔑。1896年からの建物の仕事を手掛けるまでは、 実用的なダムや道路建設に従事していた。同年、サービス低下軍のうちと建設チームに参加し、ハリコフ機関車の作品を残している。1897年から1909年までは、ローマン・クレインの事務所に所属、クレインの建築作品の現場監督、構造設計を担当。同時に、レルベルグは、クレインのマネージメントも行い、ミュールメリリス百貨店、 モスクワ州立大学の拡張、ディビッシュ・ポール・クリニック、マイア・スカイア・スクエア大学といった他のプロジェクトをしっかりサポートする。並行して徐々に単独の仕事も受けている。1906年にゴールデングローブ後半の資金で不動産アパートの建物大型ステージの最初のコンテストボンメシュハンスキー地区ソロダベニコブの第1期を手掛ける。第2期からは マリアン・ペレチャド・コービッチと組んで1909年にプロジェクトを完成。この建物は、ビクトリア建築とアール・ヌーボーのミックススタイル、仕事をし、レルベルグ皇族のすべての学校に所属し、ロシア新古典主義を復活させる。1909年再び、ペレチャド・コービッチと組んで北部保健会社の時計塔建物を手掛ける。ペレチャド・コービッチはすぐに、モスクワへ出発し、最終的に この近代的な新古典主義のプロジェクトは、1911年に完了。その間には、ソロダベニコブアパート、バズマニー地区の学校などもある。その後、研修生として、イリア・アレクサンドロビチ・ゴロソフ、ビアチェスラフ・オルタルジェーフスキーを雇用。レジデンス病院、大学、高校、ショッピングアーケードを次々手掛ける。一次世界大戦前に、 キエフスカヤ鉄道のモスクワうちのターミナルを1914年から1921年に、実質的完成は1917年で、インテリアなどは1920年から1921年に完成させる。その後モスクワで、ロシア戦争を市民、ボリショイ劇場、マリーとモスクワ芸術劇場3つの主要プロジェクトに採用される。 これは1921年から1923年にかけて緊急に、ネグリンナや地下河川のボリショイ劇場財団建物強化20時、デルベルグは、これらが監督した彼の下で、ゆっくりと実装の島で、ボリショイ側に改築のための徹底的な提案を公表した。代表作の一つ、トベルスカヤストリートに面する中央電信建物は、クライアントは、 最初の公開設計競技で選んだのが不評で、前衛的より古典主義的な方が良いと判断し、1925年に建物設計契約を締結。レルベルグの草案は1926年3月付で当局に認可され、建物は1927年に完成させた。レルベルグの最後のプロジェクトは、軍事大学クレムリンで、死後の1934年に完成した。 ありがとうございます。